トカシキライム、トカシキライム、トカシキラム、1991年6月11日体は、日本の女子バスケットボール選手である。バスケットボール女子日本リーグ機構の JX、エネオスサンフラワーズに所属する。大科学園高等学校卒業。193センチメートル、77キログラム、ポジションはセンター。アメリカプロリーグワンバのシアトルストーム所属。 愛称、ラム、コートネームは、タク、タクマしさから命名。東京都北区赤羽生まれ、埼玉県春日部市出身宮川小学校では、陸上競技の選手で、6年の時に、総高飛びで、全国優勝を果たす。春日部市立豊春中学校で、バスケに転校するが、部員限のため2年生の時に、春日部東中学校へ転校。3年生の時、 全国大会ベスト8に進出。2007年4月、大川学園に進学。1年より主力として、高校三冠に貢献。高校在学中は、インターハイウィンターカップともに3連覇を達成。ウィンターカップでは2年連続ベスト5に選ばれた。2010年、JX 飛行、日赤エネルギー、入社時は、ジャパンエナジーに入社し、 W リーグ所属の同社バスケットボール部 JX サンフラワーズに加入。ルーキーシーズンより主力として活躍し、W リーグ2010から11レギュラーシーズン28試合に出場し、いずれもランキング4位の13.9得点、8.7リバウンド、ブロックショットはリーグ1位の2.25本を記録した。この好成績によりルーキーオブザイヤーのみならず、 レギュラーシーズン MVP も獲得する W リーグ初の快挙を達成した男子では過去に長谷川誠松下電機が達成している。2011から12シーズンも開幕より主力として試合に出場していたが負傷していた右足甲の手術を1月に行い、以後の試合は欠場し16試合の出場に止まる。 W リーグ2012から13シーズンにより復帰し、フィールドゴール成功率、リバウンド、ブロックショットでリーグ1位。プレーオフファイナル4試合では1試合平均25.75得点、17リバウンドの活躍で優勝に貢献し、MVP を獲得。W リーグ2013から14シーズンも、ブロックショットで3度目のリーグ1位。このシーズンも優勝に貢献した。 W リーグ2014から15シーズンも、レギュラーシーズンで得点、リバウンド、ブロック、フィールドゴール成功率の4部門で、リーグトップの成績を残し、ベストも MVP を受賞。チームの連覇に貢献し、プレイオフ MVP も受賞した。2015年4月6日、アメリカプロリーグワンバのシアトルストームと契約を結んだことを発表した。 日本人のドーリーグ入りはいずれも JX の先輩に、当たる萩原美希子、大上優子に次ぎ3人目。2015年5月28日、ベンチから14分の出場で、フィールドボール7本中5本の11得点を挙げた。シーズン30試合出場で8.2得点、3.3リバウンドを記録。ワンバのオールルーキーチーム、新人ベスト5に選出された。 高校2年生時の2008年、高校生ながら190センチメートルオーバーという、並外れた体格から史上最年少の16歳で、日本代表候補に選出される。北京オリンピック世界最終予選のメンバーからは、外れたが、チームに帯同した。同年、U-18 日本代表にも選出され、U-18 アジア選手権で、初優勝に貢献した。 JX 入社後の2010年春に再び日本代表候補となったが合宿で足首を負傷し代表入りはならなかった。JX でのルーキーシーズンを終えた2011年日本代表に初選出されアジア選手権で3位6試合に出場し1試合平均4.8得点4.5リバウンド。2012年は W リーグシーズン中の故障によるリハビリで代表には選ばれなかった。2013年に復帰し、11月にバンコクで開催されたアジア選手権で日本にとって43年ぶりとなる金メダル獲得の原動力となった。決勝の韓国戦では20得点、18リバウンド、2アシストで勝利に貢献。予選から全7試合に出場し、 1>, 1試合平均17.1得点、8.9リバウンド、2.0アシストで大会 MVP とベスト5に選出された。2014年、トルコで開催された世界選手権に初出場。予選3試合で1試合11.3得点、5.7リバウンド。2015年、武漢で開催されたアジア選手権では2連覇に貢献。 全7試合の1試合平均は11.4得点、6リバウンド1.9スティール1.6ブロック。決勝の中国戦は18得点7リバウンドに、スティール2ブロックを記録。MVP とベスト5に大会連続で受賞。父方の祖父はアメリカ人、子供の時から運動神経が良く、兄の入っていたスポーツクラブに2年飛び級で、入り幼稚園の時に、 すでに小学生のクラスでやっていた。兄の習うことはすべて語を追い、極真空手、少年野球などをはじめ、それ以外に、スイミングやソロン、学習塾と習っていたが、ミニバスだけは、母親が、お着みや車出しができないからとさせてもらえ、自分で通える習い事で、小学生生活を送る。日本人女子で初めて、ダンクシュートをした選手、中学入学時は、 身長百七十センチメートルだったが、卒業時は百八十五センチメートルにまで成長。本人によると、身長が百九十六センチメートルある父親の影響だと語っている。好きな食べ物は寿司で、特に貝類に目がないとのこと。しかし焼き魚や煮魚は苦手だという。小学校の頃に、元どうの矢島まみと野球のリトルリーグで、一緒のチームにいたことがある。 弟もいて野球をやっているらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。